ジョルジュ・キュビエ、ジョルジュ・キュビエ、バロン・ジョルジュ・レオポルド・クレティアン・フレデリック・タゴベール、キュビエ、バロン・ジョージス・リアポルド・クレイトやフレデリック、ダガバート・クユビア、1769年8月23日から1832年5月13日は、フランスの博物学者である。比較解剖学の大立て者であり、古生物学にも大きな足跡を残した。 弟のフレデリック・キュビエも動物学者として知られる。ビュルテンベルクのメンペルガルト、現在のモンベリアルに、ヨハン・レオポルト・ニコラウス・フリードリヒ・キューファー、ヨハン・レオポルト・ニコロウス・フリードリヒ・キューファーという名で、生まれた。退役して、年金で暮らす将校の息子だった。キュビエキはプロテスタントで、ジュラサン・ミャクブのフランス・スイス国境地帯から、宗教迫害の結果重視してきた家系である。 シュトットガルトのカルルス州で、当時設立された軍人養成校で4年間学んだ後、エリシー伯爵科の家庭教師をした。エリシー伯爵は、フェカンの近くで夏を過ごすのを恒例にしていたが、それが縁で、当時フェカンに実居していた農学者、アンリ・アレクサンドル・テシエの治遇を得た。テシエがパリに住む友人たち宛に紹介状を書いてくれた結果、キュビエは著名な博物学者である。 エティエンヌ・ジョフロア・サンティレールと分通した後、1795年に国立自然史博物館の比較解剖学教授の助手に採用されることになった。またキュビエは同年に設立されたフランス学士院の会員に選出された。1796年からバンテオン中央学校エコール・サントロール・リーユー・パンテオンで教弁を取り始め、4月に学士院の集会が開催されると、 彼の最初の古生物学の論文となる文章を発表した。これがあと2800年に、現存及び化石の造主についての覚え書き、メムワーズスールレースペセド、エイルイファン・ビバントエフォシールの名で出版されることになるものである。1798年に、初めての著書、動物の自然色素ヘンタブロー・エイラマンテイアで得る、イーストワーナ・チャールデ・アニーモを出版した。 これは彼がパンテオン中央学校で行った講義の要約であったが、おそらくは彼の動物界の自然分類の基礎となっており、最初にして全般的な説明となっているとみなすことができるものである。1799年にルイジャン・マリー・ド・バントンの後を継いでコレージュとフランスの自然史教授となった。翌年出版した比較解剖学協定レソンズディ。 アナトミエ・コンリーは、はじめ2巻をアンドレ・デュメリルの、残り3巻をジョルジュ・ルイ・デュベルノワの協力のもと執筆したものだが、古典的研究と位置づけられている。1802年パリ植物園の世紀の教授となった。同年、学士院の代表として、公教育の私学監督官に任命された。この校舎の立場で彼は南フランスを視察していたが、 1803年初頭に学士院の物理学及び自然科学部門の終身初期に選出された結果、私学監督官の職を辞任し、パリへ戻った。主要な古生物学と地学の調査の結果は、最終的に2つの別々の研究として世に送り出された。一つは有名なラシェール・シェイズ・スールレオス・スメンツ、ホッシール・デ・クワド・ラペズで1812年パリで出版され、 1821年と1825年に改訂された。もう一つは、ディスクール・スール・レ・レボリューションズ・デ・エ a サーフェース、DU ・グローブで1825年パリで出版された。しかし、どの研究も、彼の四色八つ折版の本の1817年の初版及び1829年から1830年までの5巻の、うちの2巻目の形で出版された。 レニア・アニマル・ディストリビューディー、アプレイ・サンオーガナゼーションよりも高い評価は得なかった。この古典的な研究でキュビエは原生及び、化石動物での彼のすべての調査の結果を具体化した。すべての研究は、昆虫砂を除き彼のものであり、それは、友人のピエール・アンドレラ・トレイユの支援によるものだった。1821年、早まった生命と呼ばれるものをした。彼は、 著者の中で大型哺乳動物の新種発見はもはやありえないだろうと述べた。しかし実際にはキュビエの生命以降も赤カ,カンガリュー1822年、ジャワサイ同年、ニシゴリラ1847年、ジャイアントパンダ1869年、オカピ1901年など体長1メートルを超える多くの新種が発見されている。 1823年にはキュビエ自らが月のワグマを新種記載する羽目になった。動物学と古生物学の自らの独自調査とは別にキュビエは学士院の終身秘書及び全体の公教育の関連として莫大な量の仕事を行い、それらのほとんどは最終的に出版された。1808年彼はナポレオン・ボナパルトにより、 フランスへ加えられたアルプスとラインガーの向こうの地区のより高い教育状態の樹立を調査し、そして中央の大学と提携する方法を報告する任務でミカド大学の評議会へ配置され、1809年、1811年、1813年にその議長を務めた。これについて三つの別々の報告書が彼により発表された。再び、 学士院終身秘書の地位で、キュビエは、多数の科学アカデミーの死去したメンバーのエロージュ、ジストリック、イロッチスイストリック、歴史的賞賛だけでなく、多数の物理学、自然科学史の報告書の筆者となり、それらの最重要なほとんどが、ラポールイーストリックスールルプログレイデサイオンセス、ファジーエックスでプミー1789として1810年に出版された。 ナポレオンの没落、1814年に先立って、キュビエは国務省の議会に認められ、その地位はブルボン家の復古にも影響を受けなかった。彼は学長に選ばれ、その地位で公教育評議会の仮の会長として活動し、その一方でルター派としてプロテスタント神学部を監督していた。1819年内政委員会の会長に任命され、 死ぬまでその職についていた。1826年にレジオンドヌール勲章を終え、1831年にはルイ・フィリップにより貴族に昇格、その後国務省議会の会長に任命される。1832年の初め内務省に指名されたが、5月にこれらによって死亡した。彼の研究は、比較解剖学に基づき、一つには、 現在の動物の分類を行い、また化石との比較から古生物学を大きく推し進めた。彼は、動物の体は、その各部分が機能に結びついた構造を持ち、それらが互いに関連して統一的な仕組みを持つと見た。そこから、器官や骨の一つからも、その動物の全体像が知れると言っている。キュビエは次の三つの事項の探求に今度は特に、専念した。 一つは、軟体動物門の構造と分類の関係。二つ、目は、巨類の比較解剖学と、系統的位置。そして三つ目は、種として、化石哺乳類と爬虫類。次に、同じグループに属する原生動物の骨学。軟体動物に関する彼の研究は1792年に始まったが、この部門のほとんどの階層録は1802年から1815年の、 間にアナール DU ミュージアムで発表された。それらは後にメムワーズ・ポア・サービアで L、イーストワーエ・ AL エ、アナトミエでマラスックスとして一冊に集約されて1817年、パリで出版された。キュビエの魚の調査は1801年に始まり、最終的に5000種の魚について記述された。イーストワー・ナチャールでポア・ソンズを出版する結果となり、それは、 キュビエとアッシュル・バランシエンヌ、アキレ・バラスジャンの共同研究で、キュビエが関わった限り1828年から1831年へ出版は延期した。この調査の領域では彼は階層録の長い一覧を発表した。それは一部は絶滅動物の骨に関係し、一部は原生動物の骨格の観察結果、特に構造及び化石との類似点を詳細を述べている。 その二番目のカテゴリーには、インドサイの、バク、ケープハイラックス、カバ、ナマケモノ、マナティなどと関係する多数の論文が含まれるだろう。前のカテゴリーではより多数の回想録が含まれ、モンマルトルの死神予の地層の絶滅哺乳類、化石種のカバ、全滅種のオポッサム、ダイデルフスジプソラム、メガロニクスやメガテリウム等の地上性大型ナマケモノ、ホラーナハイエナ、プテロダクティルス、 全滅種の際、ホラーアナグマ、マストドン等の全滅種の像、化石種のマナティとアザラシ、ワニメ、カメメ、魚類、鳥類の化石の形式についての論文が含まれる。彼の比較解剖学は徹底的に実証主義に基づいたものであった。それ以前の比較解剖学は自然哲学的な色彩を強く持つもので、様々な動物の構造を比較し、 騒動機関などの概念を作り出した一方で、ともすれば、恣意的な解釈に陥りがちであった。例えば、サンティゲールは、節足動物の不足と、脊椎動物のラボ骨を騒動とみなし、それによって、両者の体制が同じであるとの論を述べたのに対して、キュビエは何度も討論を行い、これを打ち破った。彼は、生物の構造を機能に結びつけて理解することを目指し、生物体の 核部分は互いに関連し、機能的に結びついていると述べた。この考えが化石研究にも生かされたと言っていいだろう。哺乳類に関係する古生物学分野は本質的にキュビエにより作られ確立されたとも言える。彼は蒸気のように、比較解剖学において、核部分が機能的に結びついているとの判断を持った。例えば肉食獣は牙が尖っており、 その代わりに顎は張らない。逆に草食獣では発達した薄刃があり、顎は張る。そのような推察や判断によって、通常バラバラに出土する化石を組み立て、古生物を復元することを行った。彼以前に骨を組み立てることを考えた者はいなかった。同時に、彼はラマルクの進化論に強く反対したことでも知られる。彼は古生物が、 時代によって異なるものから構成されることを明らかに、したが、これを複数回にわたる、天変地異による絶滅と、その後の入れ替わりによるという、いわゆる天変地異説を唱え、進化によって生物の変化することを認めなかった。しかしながら、このことは、彼の考え方が保守的であったことを示すとは、必ずしも言えないようである。 むしろキュビエは当時次第に意識されるようになっていた実証主義的な科学の方法にのっとおり、その範囲では種の普遍性が明らかであった。そのため逆に史弁的な研究に基づいて提出されたラマルクの論には納得できなかったというのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。